皆様こんばんは、我が家に。で、丸ハゲの子とかいてはるんですが、その子も頑張って卵を産むようになってて、で、その丸ハゲちゃんの鶏さんが産んだ卵が何か印が入ってるということで、今からドキドキしながら開けてみたいと思います。シャキーン、塩じゃないかおっしゃる方です。また見に行ってください。めっちゃ面白いです。接着剤入ってるのかな、硬いや、開けへん。ちょっと やばい、ね、しばしお待ち。あ、開いた開いた。はい、では開封。うっ、でかー。これ500円玉。うわ、見えますかね。ちょっと測りたいんで測ります。年季の入ったメジャーです。ティラリーン。はい、測ります。身体測定。にゅん、ウエストライン 14.9 14.9。身長って言ったらいいんか。これはここの横に合わせて6センチ対抗でいいのかな。6センチの 14. 点なんぼや。すぐ忘れるな。頭溶けてるよな。14.5、ウエスト 14.5、 細っなわけないか。で、ここに丸ハゲって書いてあるんですけど、この子は2期生のニワトリちゃんで、ちょっと人見知りの引っ込み思案の子やったんですけど、頑張って卵を律儀に産んではります言うて、班長さんも心配しちゃったけど、私も画面越しに見ながら頑張れ頑張れ言うて念を送ってたんです。でも普通の卵と違うか、普通の卵はちょっとこう綺麗な下がぷっくりですけど、丸ハゲちゃんのスリムちょっとだけ形もいびつな感じですけど、でも全然悪くないよ。すごい、丸揚げちゃん頑張って産んでくれてありがとう。これは卵かけご飯しかないで。ちなみに500円玉と比較するとこんな感じ、こんな感じ。はい、すごいな。はい、でこのイラストも可愛いんですよ。班長さんのご自宅で保護猫さんなんですけど、2匹の猫ちゃんがいらっしゃいます。ピンクのマフラーをしてちょっとポーズを決めているのが先住猫おしまちゃん。間違ってる？間違ってたら言ってください。
で、こっちの、あ、いや違うわ、お伊勢ちゃんや、うん、で、運転席でポーズを決めて肉球を見せている子がお伊勢ちゃん、もし間違って名前呼んでたらすみません。で、この間に散らばっているのがニワトリさん、一期生のニワトリさんと二期生のニワトリさんです。それぞれ個性的なニワトリさんで、その中でもダントツ個性が強いなっていうのがこの赤い輪っかを足につけている孤高のニワトリさん、めっちゃ個性的です。あと黄色い輪っかの子、緑の輪っかの子でいてるんですけど、繁盛さんすごくお上手にお世話されてて、私も養鶏、養鶏でいいね、養鶏ってこういうもんやんなんやって言って知らんかったんですけど、すごいまず養鶏 の小屋をこしらえるところから始められて、ホームセンターなんかで木を買ってこられて手作りです。なんか砂浴びする場所とか畑の横に埋めたりして自然のコンポストみたいなのを作らはって、とうとうニワトリちゃんを最初1期生5匹かお迎えされたんですけど、最初はみんな背中の毛が全然なくてめちゃめちゃ悲惨な状態でした。だけど毎日やっぱりお世話されてたからどん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 毛並みも良くなってきて、で5羽それぞれ卵を産むようになってきて、で1期生5羽だけではっていうので新たに2期生の2羽を飼われまして、で今7匹鳥小屋に、ニワトリちゃん小屋にいます。でいつ食べれるかなと思いながら待ってるんですけど、なかなか売れてくれないこいつ、こいつって言ったか、これね確かぎっくり腰になる前だから8月の頭ぐらいに買ってるんですよね。広告出たからダッシュで買いに行きました。その時はまだ何ともなかったんですけど、もうぼちぼちいいかな。でもまだちょっと上が硬いような気がする。今晩あたり小豆がすごい狙ってるので、ちょっと暑いので換気扇をすごい回してるんです。換気扇回すと部屋の中の熱い空気が外に逃げるはずです。
長さんありがとうございました。お供えしてから大事に食べたいと思います。まずは TKG、 あとはどうしたらいいか、家族会議やな。よし、何しよう。7匹の頑張って産んでくれました大事な卵です。おいしくいただきたいと思います。だるま班長さん、それヘンズちゃんたち、特に丸ハゲちゃん、ありがとうございました。大事にいただきたいと思います。いただきます。ではでは、ちょっと上品に終わろう。ごきげんよう。